ヒロト、防 0.48 うー。ヒロトがあと4人いれば優勝あるで。ヒロトが6つ子だった年間120勝で優勝できるね。来ていけば沢村賞いけるか？最低でも12勝は欲しい。関東数が寝坊予率は他の投手もいいし。さすがに再起差し置いてはないだろう。さすがヒロトお疲れさん。よく頑張った素晴らしい。抑えても 0.01 くらいしか防御率下がらんわ。コントロールもだけど何がここまで去年と違うんだろうな。マジで一回吉野部の真似させて正解だった。7押し切るどころか伸ばしたエイジマジすごい。ヒロトいなかったら何連敗してたんだろうな。7月の高橋ヒロトさんこのまま勝利の場合4登板32回 0.004 勝0敗1完封。オールスターで点取られておいて逆に良かった。仮にシーズン規定乗って0点台やったら残りの登板全回避するんやろか。生々しい話すると観客動員次第やな。そうしてほしいけどそんなことできる先発事情じゃない。規定まだ乗ってないし先発足りんで言うほどスキップできへんのちゃう？あと8試合で50イニング必要やからなかなかサボれんで。